はい、井原選手です。じゃあ、え、練習してきた？開始しました。今。今、はい。集会。雨がなんで。どうどうだった？風が強いです。今日。風強い。重たい。あ、バンカー重くないんですけど。バンカー重くない。風だけ。風だけですね。今日。今日変な天気だもんね。そうですね。まさか乗れると思わなかったですね。そう。さっき雨降ったしね。でその前にちょっと晴れたし。そうですそうです。合間で。合間でね。うん。やっぱりどうどう、やっぱり前傾みちょっと乗っといた方がいいかなっていう。 やっぱバンクの特徴を確かめる意味でも、うん、まあちょっとは乗りたいですね。乗りたいよね、はいあの。最近の選手ってなんか練習しない選手多いって聞いたけど、はい、俺たちの頃は必ず乗ってたんだけど、まあなんか多いですよね。うん、はい。何当日は乗ったりしないの？むしろあんま当日の方が乗んなかったりしますね。乗らないことある？はい。乗らない方多いです。これなんか理由があるの？のえー、面倒くさい。<laughs> それぐらいで練習その練習で疲れるようじゃあかんやろって感じやな <laughs> それがなんか4日間やると、うん、やっぱその行動がやっぱし起きてちゃんとや,やったりすることの部分を、うん、なんかいろいろケアしたりしてたいなって思ったりしますねあね、はいまあ随分状況が変わってきたっちゅう変わってきたんだねそうですねあのやっぱりギアが重たくなったのもあるのかなあるんじゃないですかね 昔の選手はさギアかけた選手は意外と練習もギア変えないで乗ったりとかしてたんだよね俺たちは必ずもともとそんな重たくないギアなのに軽いギアにして練習をやったしそうですね今そういう人少なくなりましたねやっぱ状況っていうかずいぶん変わってきたんだなっていうねそれでも走れるというか余計スピード出たりとかしてるわけだしそうですね ところで、えー、この間から見てたら結構良くなってきたなとああだいぶあの怪我がが癒えてきましたね<え>、はい、の怪我の影響がなくなってきたってこと <laughs> あそうですね本来の,あの体の動きができてきたなと思いますね、うん、前回はね非常にあの、うん、いい感じで伸びてたと思うんだけどそうですね、まあ、あの納得はしてますはいねじゃあそれを続いてこのヒ彦でそうですねそれを出せるように頑張りますねえ、はい もう十分にチャンスがあるんじゃないかと。はい、頑張ります。まあ、特にね、あの、はい、脇本がいないんで。はい、あの、とんでもない先行するのがいなければ。チャンスは。いや、<laughs> みんな強いですから。はい。まあ、それはそれなりにね。<laughs> そうです。みんなだけども。はい。まあ、だけどね、あの、やっぱり、一番の課題は。あの、まあ、誰も先行屋がいないときに。はい。 あ,のあんまり早めに行くとちょっとゴール前きついなっていうのはあると思うけど、はい、それ以外はほとんど大丈夫でしょ今あそんなことないですけど、うんまあ、それができるようにあの自信を持ってあの走れるように練習はしてます、はいうん、ねこのヤきのバンク自体はいや今までずっと10年ぐらい呼んでもらったんですけど感じ、うん、続きで本当にいいところ見せれなかったんですけど去年あの初めて記念で優勝できて。うん まあそれがちょっとあの印象変わりました <laughs>。あ,あ、そう。え感情が多かった。感情多くて落車失格とかそういうのばっかだったですね。あ,あ、そう。<laughs> はい、えなんかいつもモラハシと一緒で後ろにモラハシいるからじゃない？いやそんなことないですよ。もう全部自分のまあ <laughs> せいなんですけど。うまあでもあのイメージというか優勝すると変わるもんね。はい、ちょっと変わりましたね去年。ね。はい。じゃあ今回はしっかりと。まあまたあのできるように頑張ります。ね。はい。 どうこのメンバー見て李ハイのいやー強烈です、ね <laughs> まあ、まあ、ほとんどね <laughs>、はい、あの去年のグランプリのメンバーはそのまんままあそうですけど深谷と脇本が入れ替わったぐらいっていう、はい、でライン構成がちょっと変わってる感じですよねこれってどうなの去年のグランプリとかのイメージとかとこう戦い方としてあの時ここだったから今回はどうっていうのなくはない そうですね。もう去年グランプリは僕バッキーの嘘だったんで、はい。まあ明日はあの短期で短期だやろうと思ってますけど、全然違うしね。それは全然違いますね。そこはすね。レースの流れ変わるね。はい。大きくね。メンバーはほとんど一緒で、はい。池元と岡谷が変わっただけでそんなに変わるんだからね。変わりますね。はい。それがこの競輪の面白さなんだけど、まあそうですよね。はい。特に9人で走る、はい。そうか。 じゃあ、えー、今回しっかりまあ頑張ってはい頑張ります優勝目指してはい、はい、では親の皆さんに一言はいあの一戦一戦あのまずは決勝戦目指して精一杯頑張りますので応援の方よろしくお願いします